一冊読む時って具体的に何時間ぐらいかかるんですかね。これ早い遅い人によって全然違うんですかね。下山さん超早そう。僕もう時間決まってんですよ、うんうんうん、大体どんな小説でも30ページ1時間です。もうそう決まってんです。もうね、何回もやってもうほぼ分かりました。1時間読むと大体30ページぐらいいくんです、うん、で、まあ、もちろん字の大きさとか、ね、詰まってるか詰まってないかとかあるじゃないですか、うんうんうん、すごい分かりやすい例で言うと銀英伝とか30ページ読むと大体1時間です、うん、あの文字量だと、うん、もうちょっと例えばこう、まあ、なんだ、ライトな優しい文章的な、うん、もっとセリフがもっと大きいよ多いよ、うん、とか読むと大体30ページで45分とか、うんうん、っていうペース配分になります、うん、もうこれ取り直しとかはありますあります、もちろん、うん、やっぱそれで 1. 何倍ぐらいはかかっちゃうわけですよね。あ、でも僕基本的に例えば噛むじゃないですか、はいはいはい、でも僕そこからもうすぐ編集点すぐ作って次からやり直しちゃうので、うん、あだから噛みましたからもう一回お願いしますみたいな余計なこと言わないでツツツツってやっていっちゃう、うん、ああなるほどなるほど、基本的にはそこは全部向こうの編集に任せるみたいな、自分のリズムを途切れさせたくない。そうです、うん、分かりました。読めるところまでどんどん読んでっちゃうみたいな感じ。私どのぐらいなんだろう。私この間ザリガニの鳴くところってあれやったんですけど、あ、本当あれがめちゃくちゃ分厚いんですよ。で、字がみっちりで、で、単行本で、あれで6日間とかだったかな。あ、そうですか。5日か6日集中力ともろもろの限界があるので、だいたい1日やって4時間とか、うん、あ、同じです僕もだいたい4時間、うん、だから僕の限界値はだいたい120ページぐらいなんですよ。あ、でも私も多分そんなぐらいだと思います。120から130ぐらい、もう読んだらもうヘロヘロになりますね。ランドスケープの時は、1は1日とかでやってたんじゃないかな。何十枚ですよね、あれ130枚ぐらいかな、うん、なんかさ、すっごい調子よく、あ、今入ったなっていう瞬間があって、多分やってて2時間目から3時間目ぐらいがそのゾーンなんですよ、うん、自分の中のいろんなものが噛み合って、うん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 、すごい綺麗に回るんですよ。まあまあ、わかります、わかります。ゾーンに入りますよね、うん、入りますよね、うんうんうん、でそのゾーンがあるときいきなり切れるんですよ。だからゾーンに入ったら逆に、ああ、とこれ多分30分だな。なるほど、なるほどね。そのゾーンが切れるのは間違いなく疲れてるんです。そう、体力的な問題ですよ。それ あるところからいきなり本当に間違いが多くなったりとか、そうそうそう、なります、なります。きちんと読んでるはずが、うん、すごい変な読み方してたりとか、うんうんうん、噛まなかったところで噛むようになったりとか、プツンって切れるんだよね。で、僕すごい失礼なあれなんですけども、うん、僕もそうなんですけど、僕切れると意識がなくなります、うん、あ、わかります。私もつまり落ちそうになります。オートモードになります。ふって、うん、要するにスタジオにこもってやるじゃないですか、うん、でずっと1時間とか読んで、でそれが2時間3時間4時間になってくると空気足りなくなってくるんですよ、ね、だから私でも確かになんか、ね、落ちます。ふってなります。そのゾーンを抜けると自動運転モードに入って、ああ、あります、あります。自分が何を読んでるのか分からなくなる、うん、で、あります、あります。その時ってなんかすごい変な間違いしてたりする、うん、いや、ちゃんと私読みました、そこそんな間違いしてないですって言っても、聞き直してみると、あ、間違えてました、意識がありませんでした、うん、ってのはある。いや、いっぱいあります、あります、ね、うん、全然あります。僕も睡眠朗読とかやってますし、目つぶってんのに字を読んでるっていうのはすごいな、これはちょっとした第六感だろうとかって自分で思いながらやってますけど、飛ぶ、そういうことあります。飛ぶんですよ、なんか、うん、でも読んで、うん、でも大体後で聞いてもらうと大体間違ってこと言ってます。はい、そうですね、なんか違うこと言ってます。なんだろう、寝入り花に書いたすごいメモみたいな、そんな感じになってることは、全然なんだかさっぱりわかんないけれども、なんかやってるみたいな感じになります。なるほどね。体力勝負ですよ、だからね、朗読って結局ね、うんうん、小説読むときってやっぱその
いや読むときってのは個人的に読書するときね、うんうん、っていうのは朗読するときと全くもと違いますか？全然共通するものがあります。全然全く違う、違います、うん、はい、それ全くないですよ、うん、そのときにはもう自分がもしこれ読んだらとか一切そういうスイッチ入らずに読んじゃいます。入れることもありますけど、うん、あの基本は読むのと話すのは違いますね、うん、私そもそも読むスピードで話せないです。あ、池澤さん早いからね、うんうん、私あのブロックで読んでいく、文字で読んでいくんじゃなくて、こうガシャン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 っていう塊で読んでいくので。そう、ガシャンガシャンなんだ。そう、写真みたいにあのブロックで塊で読んでいくので言語化できないんですよ、多分読んでる時って。あ、読むのって一文字ずつこう丁寧に声に出して、発声をするのと、目で塊で、うん、なんだろう、ほんと丸飲みしていくみたいな、単語の一個一個の単語じゃなくって文章そのままで自分の中に入れてっちゃうんで、それも発声ができないです。これは例えば、まあ、ランドスケープでもその朗読しようってなった時って違う作品なんですか？同じは同じなんだろうけど。同じですけど、だから視点だったり気づくところが違ったりしますね、読んでみると。ああ、まあでもそれはあんまりね、普通読書した時のスピードにはあんま関係ない、うん、あ、僕もでも春菜さんと結構似てますよ。あ、そう、基本朗読してる時に字読んでないですね。あの字面は全部1ページ開き、1ページ2ページとかを絵みたいなもんだと思って僕見てる、うんうんうん、あの一字一句読んでないです全然。あのブロックで全部僕も見てます。あ、下山さんブレス入れないですもんね。僕あの基本的にあの一気に読むタイプなので、うんうん、あんまりだからもっと言ってしまえば、だそこちょっとさっき言ってることと矛盾するんですけど、著者の人の感覚はもちろん捉えてやってるつもりなんですけれども、あんまり点とか丸とかにこだわらないようにはしてます、うん、そうですね。そこはちょっともしかしたら著者さんの何でしょうね、なんか意図と外れてるところがもしかしたらあるのかもしれないけれども、そこはちょっと聞きやすさを重視しようみたいなのは考えたりとかします、ね、リズムがすごく大事なんですよ朗読って。本当にもうそれでほぼ 100% 間違いないみたいな感じ僕は思ってるんですけど、リズムすっごい大事なんですよね。あの聞いてる人が最後まで完結してくれることを大前提にやっぱやらなければいけないので、そこをすごい重視します、ね、うん、だからそのリズム的なものってまず最初に生み出すのってもちろん文章なんですけれども、はい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 、音に聞いた時に大事なリズムってなんだろうなみたいなこととかを、やっぱり我々演者ですから、うん、やっぱり息遣いみたいなリズムなの、うんうん、そういうのやっぱりすごい考えますよね。すごい、うん、そうしたら下山さん4時間経ってまたほら次の日が来てそのリズムを見出すまでっていうか、あるいはさっきもちょっと聞いてと思ったんですけど、はい、何日がかりでやってたら最初と最後でこうなんていうんですかね、なんかリズムが崩れるみたいな感じ。そうそうそう、違ってきちゃってる。それない、ないです、ない、ない。なんかそれはたまたまこの間エンジニアさんにどうやったら説明できるかなと思って考えたんだ。その方があの音楽やる方だったんですね。なのでコードですって言いました。なるほど。その本によってコードがある。あ、これは G マイナーだ。そう。で G マイナーって言われたら G マイナーであとは弾いていく。そこはずれない。なるほど。そんな感じです。僕の場合はもう完全に体内時計ですね。体内時計を例えば10秒だったら10秒読むみたいなのがもう僕の体の中にできてるんですよね、うん、だから、まあ、それちょっと我々の仕事 の結構特殊能力的なところかもしれないんですけど、ラジオとかやってる人ってよく自分の中で秒を数えながらこうちゃんとこう収めたりする人とかいるんですよね。あ、これ5秒とかプロの FM の、うん、あの DJ さんとかって、うん、そういうような感覚がちょっと僕の中にもあって、うん、ここからここまでここからここまでやったら 何分だなとか何十秒だなみたいなとか長くやってるとなんかそういうのがちょっとできてきてて、うん、このリズムは崩さないでここまで一気に読んじゃおうみたいな、うんうんうん、でそれでさっき言ったゾーンみたいな、そういうことあるんですか、ゾーンみたいに入ると、うん、もうほんと 2,3 ページぐらいだったら軽く噛まないでパパパパ、うん、そしたらね、例えばその読みやすい文章とか読みにくい文章とかってのはあんまりないっていうことになっちゃいます？あります、あります、それはある、断然あります、はい、ごめんなさい、僕ちょっとわかんないな、それはちょっと
あ、そう。石川さんはない。なくもないけど、読みづらいなとかリズムに合わないなをあんまり考えないようにしてます。それなんでかっていうと、仕事だからっていうと、まあ、もうなんか、なんとも言えないんですけど、これ言った、誰か言っちゃいけないか、これ。いや、でも、わかるわかる。プロなんでね、やれねえよ、そんなのみたいに言えないっていうところは、本音としてあります。はい、あります。それはありますけれども、ただ、なんだろうな、どんなものでも、やるぞっていう気概の方が強いので、どんな文章でも読んでやるぞ的な気概の方が強いからあんまり感じないようにはしてます。僕だから逆にその読もうとしてる本を一回僕もそのうちとかでまず黙読するじゃないですか、はい、その時に、なんだ読みづらい、読みやすいみたいなことをおたおたしてるのはどっちかとそっちかもしれない、でもそこでもう僕慣れちゃうと思います多分、もう一回黙読してる時にこれはこういう文章なんだ、よし、本番頑張ろうみたいな、そんなのが強いんじゃないかなって気がしますね。仕事場ではあんまり出さないか。そうそう、池澤さんは全然やっぱある。私はやっぱり、句読点とかが呼吸と意味に合ってるかどうか、大事。あの句読点って要するにあそこブレスなんですよ、声に出した時の、で、そのブレスって意味が途切れるとこでもあるじゃないですか。そうなんです。間になっちゃう、死に間になっちゃうんですよ。そうそう、私の赤い服なのか私の赤い服なのかで、やっぱ意味が違ってくるので、そこでちゃんといいところに句読点が入ってると呼吸もできるし意味で強弱もつけていく、それからリズムがちゃんとできる、ただ時々ここになんで点打ったみたいなそうそうそう、あ、それはつまり字面で点がないと読みづらいとかそういうことでも全然ないって。なくて逆に点が打ってあることによってこれなんだ、どうしてここに点があるんだ、この後を立てたいのか、ここで なんだこの点はどういうことなんだみたいなのが、意図がつかみにくい文章みたいなのが、まあ、世の中にはあります。それはうまい下手とは全く違うレベルでね、文章の句読点の位置はちょっと組み替えることはあります。そうそう、あの、ありますよね、耳で聞いたときにうまく横に。あとは例えば語尾が全部ずっと同じとかだとリズムが作りにくい、あ、はい、あ、そういう人多いですよね。そうですね、それはありますね、確かに。ちょっと変えてほしいなみたいな。そうそう、語尾によって残り方が違うじゃないですか、音の残り方と意味の残り方、だったっていうのか、だっていうのか、であるなのかによって、全然その余韻の残り方が違うのが、ずっとだった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 ってなるとラップかみたいな気持ちになってきてすごいね、そこのリズムのつけ方が難しくはなる、あの、ハードボイルドは過去形だみたいなね、そういうのが結構ね、ジャンルごとにあったりしますからね。自分が長いと、多分聞いてるときに頭で意味が追い切れなくなると思います。じゃあなんかこう、今までの中で苦労話とかありますか？これはなんか、あ、さっきのその島山さんのね、何でも読むぜ俺ってことちょっと違う話になっちゃうのかもしれない。いやいやいや、でもあの、何でも読むっていうことと、はい、疲れず読めるっていうことまた別問題なんで、それは疲れない、疲れず、疲れず、全く別問題なんで、疲れることは多いですよやっぱり、あの、さっきも言いましたけどやっぱ体力勝負なんで、やっぱりこうちょっと難解だなみたいなものとかになってくると頭が追いついていけないみたいなこととかは、よくあることですよね。それはけど読んできてるけれども、いざ言葉に出して読んでみても、やっぱり僕よくわからんものはあるな。あ、それってね、SF って例えば他の大衆小説と比べてやっぱ疲れやすかったりします？私ランドスケープの1話とかすごい大変だったんですけど、あれは話自体がそもそもね、難しいことをやろうとしているので、まあ、でもそれって結局、今私は何を言っているんでしょうかみたいな気はありまして、この漢字の今すごい塊をスラスラと読んでいますが、あまりよくは理解していないかもしれませんみたいな。
や結局それは読み手が何のジャンル好きかに結構分かれますよね。SF 好きな人は多分疲れないんだと思うんですけど。あ、なるほど、うん、分かんないですけれども多分、ね、ただなんかやっぱりそのすごい長い難しい単語漢字がいっぱいうんたかんたかんたかんって定理みたいんだと、これはどこで聞いてどこにどうアクセントをつけるのが正しい言葉なのかがもう分かんないみたいなのは、カタカナが羅列されたりとかしてるとどうしたらいいんだろうこれとか、うん、どういうアクセントなんだろうなとかみたいなことで頭ひねったりすることはまあ確かにあります、ね、あとほら鳥島電報さんの大金の戸だと、はいはい、キッチン室のこのプレートの間からシュワシュワ声が出るみたいな人間でさえないそうそうそう生き物がそれを私はどう再現したらいいんだ、もしこれをカチョ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 って言ってたら多分朗読としては聞こえなくなっちゃうけど、でも明確に字の文でなんかこうシュワシュワ言ってるみたいなことが書いてある、はい、さあどうしようみたいな、その悩みなんはありました。あれ、ね、実はだってあれじゃないですか、社長、僕社長とかって言ってるんですけど、うんうん、だってもう文章のそもそもグエブオウオウそうそうそう音にどうし、音にどうやったら音にできるのかみたいな、うん、今回ね、この二人っていうのは実はその、東京創原社で出して日本 SF 大賞まで頂戴した、はい、鳥島電報さんの解禁の塔っていう大変なデビュー作なんですけれども、うん、これをお二人で読んでいただいて、でまあ、主に下山さんがお呼びいただいて、私が女性キャラを全部やる、そうです、はい、そうです、可愛い声は池澤さんが言ったという、可愛くない声もやった、はい、なんですけど、いい女の人とかおばちゃんとか、そもそも人間じゃない人たち、一つ一人も人間が出てこないからどっからどう声、それが声なのっていう、音声でちゃんと意思の疎通測ってるみたいな、そこまで考えちゃう、たまたま日本語を喋っているだけの人間じゃない人たちそういうふうに思いながらやりました、たまたま日本語を喋っている声が喉から出てないかもしれないじゃないですか、そう、どっから出てるか分かんないですね、うん、だってそもそもシャワシャワシャワって話してるかもしれない、うん、舌があるかどうかさ分かんない、ないと思う、だってそれ一応そういう人になったつもりになるんですか、なったつもりで、なったつもりでやりますよ一応なんかこうかぶりますよ、かぶってかぶってその気持ちになってやりますよそうですね、本当その通りですね、うん、うん、それやっぱり格別でした、鳥島電報さんは、でも楽しかった、そうでもない、そうでもないんです、うん、なんだろうな、この人が何考えてるかわかんないとか、うん、そのまあ、本の内容的な話になっちゃうけれども、この人の動機が分かんない、筋が通ってない、うん、役者として役としてどう表現していいか分からないっていうわけではないので、はい、単純に技巧としてどう発声したらいいか分からないっていうだけなので、うん、それは別に全然問題ではないんですよ、うん、中身がつながってないものをどうやって役として一本つなげようって悩む方が難しいです、うん、ああ、なるほど、なるほどね、うん、いい話ですね、あれですよね、その読んでいくときに一番悩んだのは、その先生が結構言葉遊びをしているので、うんうん、漢字を見ないとわからないみたいなところ結構あるんですよね、うん、ダブルミーニング、トリプルミーニングになってますね、そうなんですよ、うん、これはね、でも音だけだったらどうしようもないから、うん、かといってこうその字をわざわざこうね、別注解説してもね、別注で解説してもしょうがないしうん、うん、そんなことでね、なんか冷ましたくないんでね、うん、地域の人たちも、うん、だからそこはまあそのまま読ませていただいたりとかしましたけれども、だから一番いいのは聞きながら読む、ね、特にこれはその作品についてはね、両方がいいと思う、見ながら聞く、うんうん、それが一番うん、他の作品でもやっぱりそういうふうに思います、下山さん、例えば銀英伝とかでも聞きながら読む、面白いと思いますけどね僕、うん、自分の聞いた自分の読んだ銀英伝を聞きながら銀英伝原作読んだりとかやったりとかしましたけれども、うん、面白いですよ、まあ、自分の声ってなんであれなんですけれども、うん、なんか字面と字面の中で生まれたなんかイマジネーションと声を聞いた中のイマジネーションがなんかうまくポーンってなんかつながってくれると、すごくなんかこう深くなんか意味が理解できるというか、やっぱなんかこう五感が刺激されるような
感じはすごいしますよね。なるほどね、うん、だからおすすめっちゃおすすめ、ですけどね、うん、でも本読みながらオーディオブックで聞く、つまり電車の中でできるわけで、うん、あ、なるほど、ね、できることですから、うん、まあ、もちろん聞くだけでもいいんですよ。見るだけでもいいし聞くだけでもいいんですけども、うん、合わせ技もあり、そうそう、うん、なかなかいいと思う。僕はいいんじゃないかな気がしますけどね、うん、なんかこうステレオならぬもうちょっとこう次元がこう、トリックがしやすいような気がしますよ。僕の中ではすぐ、うん、SF だったらすぐ銀河の世界に飛べる、うん、こんなのは確かに、ね、インプットを2箇所からする、そうそうなんですよ、うん、そう覚えるのが早くなる、うん、ですね、あと、小説家の方とかね、あるいはまあ翻訳家の方もそうなんですけども、時々その、はい。